こんにちは、高島徹です。本日のこの人に学ぶは株式会社乾杯乾杯の代表取締役でいらっしゃいます話題作りプロデューサーの松尾浩樹さんにお越しいただきました。松尾さん、本日はよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。はい。社名が乾杯乾杯というね、ちょっと変わった、はい、あの目を引くお名前なんですけど、どのようなお仕事をされていらっしゃるんでしょうか。<laughs> そうですね、あの社名からは想像がつかないあの会社をやってましてですね、肩書きの,あの,この話題作りプロデュースというのしています。はいうん、で今あの、共感性社会というふうに呼んでいて、20世紀はの操作性社会ということで、うん、あの国や会社がです、ね、生活者をコントロールできた時代というふうに位けていて、あはい、で今、SNS、SN S これだけねあの、インフラになったのであの、ファンになってもらったり、うん、好きになってもらう活動の方がですが、ね、より重要だということで。 はい、でそのための、あのまあ、そ,それをまあ簡単に言うと、話題作りだなと。話題作りはいうん、いうふうに捉えていますそれをどういうふうなサービスをご,ご提供されているんですか、はい、であの話題作りのです、ねえっとまあ、一つの成果、まあ、それがすべてではないんですけど、はい、一つの成果としてあの、地元の新聞、テレビ、ラジオ、雑誌にです、ね、え無料で取材されるような<お>あの切り口の事、ね、業をしたりとか。 うん、あるいはイベントをしたりとか、キャンペーンをしたりとか、うん、あと、まあ、あの事前事業とか、ボランティアとかも含めてね、チャリティーとか含めて、うん、そういったあの企画を作ってですね、うんあの、メディアにアタックするんですよ。うん、でそうすると、ジャーナリストの人たちはですね、あ、これは地域にね、知らしめなければならない情報だと、いうふうに判断してくだされば、うん、無料で取材来るじゃないですか。うん、でそれをきっかけにして、日頃やってる SNS とか、うん、あるいはその,あのホームページのアクセスを増やして、 問い合わせとかですね、受注をですね、売り上げを拡大していこうと、で、それの全体の設計をしているのがですね、仕事なんですけど、まあ、PR そのものはあの、ノウハウ自体はめちゃくちゃ簡単でですね、え、そうなんですかそうです。あの、もう秒で覚えられます、うん、あの、ノウハウ自体は。ああ、ほう。で、えーまあ、PR に限らず、今、あらゆるあのノウハウはですね、無価値化してますよね。検索すれば出てくるし、うん、ただあの、PR ね、ノウハウが分かったからといって、あのなかなかできないんですよ。 なぜならば,、うんなぜならばね、自分のビジネスとか商品やサービス、どのようにあの切り取れば、ここに社会性とか話題性とか、新規性とか、あるいは公共性とか、あるいはトレンド感、うん、自,自流性とか、です、ね、それから季節感とか地域性とか、はい、そういったものをあの生み出せるのかっていうのはね、うん、あの企画力とか発想力が必要なんですよね企画力と発想力、はいで。それを教えているスクールとコミュニティを運営しているということですね。はい 事業者の方々、お店とかね、私たちのようサービスなんか提供されている方が、世の中を広く知っていただく、それをメディアに提供するためのおつなぎいただく、それのノウハウですかね。そうですね具体的なやり方みたいなところを教えて平たく言うと、ブランディングとマーケティングなんですけどね。まあ、そういう言葉あもうあちゃういですね。 ただそれをパブリックリレーションズ、社会との関係性を作るという目でですね、見直すんですよ。パブリックリレーション、PR、社会との関係、地域との関係をどう作るかという視点で、改めて自分の事業とか商品とかサービスを見直すということがね、とっても今の時代、この共感性社会の時代、大事だなと思いますね。報告となんかよく似たようなイメージ持つんですけど、なんかはあるんですかね。 そうですねあの広告と広報広く知らせる、広く報いるのが広報、はいはい、で広告は広く告知するということなんですけどぶっちゃけですね広告はお金がかかるとまあそうですよね広く売るのでもお金かかる広報は基本的にはですね、えっとまあ、お金をかけずに取り組めるははは、まあ、取材を受けるときとかだったらお金かからないのが基本、うん、うもちろんそのの仕込みの段階でいろいろお金かかったりとかね まあそれあの当であるんですけど、ただ広告をですね、毎月毎月分回すよりはですね。<お>あの圧倒的にあ,あの安価に済みますよね。それそうですよね、うんうんそ。それとね、あの、アイディア勝負するので、時間もかからないですあ、そうなんですね。そうです、アイディアサイアリバイアリロうで。で、SNS 育のアカウントを育てるのもですね、やっぱ、どんなに頑張っても半年一年かかるじゃないですか。はい,はい、はい、うん。 でそれやってるうちに、あのあのの立ち行かなくなったりすると、本末転倒ですよ、ね、まあ <laughs> 確かにそうですね。はいでそこにあの有効なカンフル剤として、まあ,あのマスメディア取材をこう入れていくことによってね、なるほどあの SNS をゆっくり育てることができるので、うん、ああまあそれ、いいかなと思いますね。うん、じゃあ、次の質問に移りたいんですけれども、は武、い、藤さんはなぜ今のお仕事にこたどり着いてるか、背景とかね。 お知らおし教えていただけると嬉しいんですけど、はい、ありがとうございます。まあ、これを話すとね、あの5時間コースなんですけど、それを、まあね、<laughs> 数,数分でまとめていきたいと思います。はい、お願いします。まあ、なぜここに至ったかというとですね、15年前に会社を作ったは作ったんですよ。あ、15年、はい、はい。で、その時はですね、温泉旅館専門のコンサルということで、温泉旅館コンサル、またこれう、珍しいですね、うん。はい、温泉旅館専門、もう大好きなんでね、<ー>温泉旅館の設備投資協力から入る会社。 うん、あの建物を作りましょう、露天風呂を作りましょうからですねやれるような会社をやっ<う>スタートしたんですよ、そういうコンサルとして、はいえー。で、絞ると広がるもんでね、温泉旅館以外のお客さん、どんどん増えたんですけども、うん、えっと僕はの現場に行って仕事するタイプなんですよ。自動車屋さんだろうと、あのフィットネスクラブだろうと、温泉旅館だろうと、まあ、その会社に自分のデスクと椅子を用意するぐらいの勢いでですねおーすねごいですね、やるタイプなんですよ。 でもう月に3回ぐらいの温泉旅館泊まってましたけど、あ,あ,えー、あとまあ自動車屋さいろんとないろんなとこ行ってね、あの指導してたんですけども <laughs> あの、コロナで行けなくなったわけですよ。そうですね、はあ、行くと迷惑。うんはあ、で、売り上げもゼロ、うんはあ。というふうなね、窮地に陥ってしまってですね、はいでまあ、なんとかやりようはあったんでしょうけど、まあ、ここはやっぱりそのあの潔くね、ちょっと別の道を探ってみようということで。 えとインターネット上で僕の引き出しの中にあるあのノウハウで教えやすくて、うん、そして覚えやすくて取り組みやすくて、うん、成果を求められるものに、はいうん、これがねあのパブリックリレーションズだったんですよねほうそこに気がつたと。<ー>うん、はい、まと、あ、気がついたきっかけもあ,のある人がねある人のと一緒にあのセミナーしたことがきっかけなんですけどとにかくそのあこれだったらいけるなということで,、うん、で20人ぐらいに教えてみたんですよ そ <PR>、はい、したらあの結構みんなあのポンポンテレビ新聞出る,の出るようにな慣れたので半年ぐらいででこれはまあ,<う>あの再現性があるなと思って、まあ、スクール化してコミュニティを形成するようになったっていうのがまあ3年ぐらい前ですよねあそうなんですねじゃあもうコロナの最中にこう誕生したビジネスと、ね、そうなんですそうなんですよ、はい、でもう全然あのこうあの一回も会ったことのないあのズームでしか話したことのない人たちがどんどん入ってきてく,きてくださってありがたいことにね だから去年ね、ズームあのコロナが明けたとき7月から11月までの5か月で、はいえー、札幌、東京、大阪、名古屋、福岡、広島、沖縄に行ってきました。もう全国各地じゃないですか、すごいね。えー、み,あのみんなに会いに行ってきたんですよ。えー、あ、なるほど。会いに行くコンサルティって、うんうん。まあ、ついでにそこでセミナーもしたんですけどね。うんうん、まあ、そんなふうなことでね。えー、ねまあ、結局そのコロナ、コロナになって、今の。 サービスを提供するよううになったっていうのがねあそうなんですね。まあえー、専門のコンサルから、他ということで、はい、他の業界にこう広がって、はい、そういうことんですね。じゃあ、そうしたこう広がりを見せる中で、松尾さんが特に大切にしているもの、うん、まあ価値観とそういったもの、どういうものございますか、うんうんうん、そうですね。あのまあ、僕の,あの掲げているあの理念ってですね、非常にこう,あのこうほや、ほやっとしてる理念なんですけど、 ははあ、えっとみんなが健やかに暮らせますようにというあ,あみんなが健やかに暮らせますよ、ね、ことなんですよ。うんうんまあ実はあのまあ僕があの三十四歳の時にあのうちの親父が死んじゃったんですけどもはいえっとまあ自分の友人のですね葬式があってその友人の葬式で友人代表で長辞を読んでる途中でですね心筋梗塞で死ぬんですよお父様のおご友人がという時にお父様がのこのそ<う>そう うん、あのお父さんは父の友人の葬式で父は長寿を呼んで死ぬというですねお恐ろしいあの死に方をしたんですけどもなんとう、ねうんとうそれであの秋田の実家、田舎ですよ秋田の実家にあのあのまあ僕はせんもうすでに仙台でね30代だったんで仙台で働いてたんですけど、うん、秋田の実家に戻ったら家がですね非常にこうあの大きな借金がたくさんあってですね。あ<ら>え まあそれでまあ進路がたたってってこともあるんでしょうね。うん、あの心筋梗塞で亡くなったんですけど、でまあ母親にですねいろいろこうあの情報を聞いてみたら、とんでもないあの経済状況で、<っ>で当時、ですね、うん、まあ結局、自宅を売ったり、お店を売ったりなんかして、ですね、うん、なんとかかんとか返したつもりになったら、ですね母親っていうのを隠すんですね、息子にはね。あ<ら>か隠してる借金があったんですよね。あも <laughs> うん、でそれを返そうと思うと、ですね月々ねエクセルで計算したらね、えっと、2十 4万円ずつ返さなきゃいないと、うんうん。せっかく家売って返したと思ったのに、まだこんなにあったのかと。それきついですよね。もうやりやれと思ったところで、うんあ。で、結局はその1年半ぐらいかけて母親を自己破産させたんですけども、当時ねあの、人口2万4千人の小さな町で、えー、と銀座鳥り商店街というね、あのうん、地域の商店街がですね、やっぱ青色吐息なわけですよ。やっぱ大型店は来る、チェーン店は来る。 それからあのコンビニエンスストアが来るっていうことで、うん、まあ悪者は誰もいないですよ、あの悪者は誰もいないんですけど、まあ、時代の流れの中であのまあ役割を終えていくように,のなにですね、シャッター通りになっていくわけじゃないですか、はい、まあ自転車屋さんも靴屋さんも、カバン屋さんもですね、薬屋さんも本屋さんも酒屋さんもですね、うん、えっと大変だったんですよ、まあ、今でも大変だと思いますけど、で酒屋の,だあのお父さんなんかの自殺したりなんかしてねあああ、大変だったんですよ、当時ね。 でどうしてその僕はあのセールスプロモーションの仕事をしているのに、うん、あの自分のふるさとを助けられないんだろうと思ったんですよね。うん、で、その時にやっぱ自分の中であの経済というものに対して非常にこう、開眼しましたね。<あ>やっぱ30代で、うん、やっぱなんかこう、議代の流れと、それからライバル、そしてあの、あのなんだ、えっと、自分の,その,あの生き方とかコンセプトとか。 そういったものって定期的にやっぱり見直していかなきゃいけないなというのがまず一つ。はい、それからあの15年前にですねあの、うちの息子がまだ小学校5年生だったとき、2人、はいまあ、いるんですけど、長男の方ですね、えっと、そんなに、ね、いじめられる性格ではないんですけど、なぜか猛烈ないじめにあってしまいましたよね。<お>僕の会社が立ち上がったのが7月、でいじめが勃発したのが8月。うん、でそこからあの学校でですね、校長、教頭、生活指導の先生、 あと、担任の先生、そかカウンセラーの先生と毎週のようにミーティングして、はい、で毎週のように僕、学校に呼び出され呼び出されたりして、うん、で子供がすごいう大変な思いをしているっていう時期がですね、えっと、9月、10月、11月と続いて、でどん,どん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 いろんなの、うん、策を繰り出すんですけど、全く効果ないんですよ。<あ>うん、で、いじめって根深いなってね。であとあの、うん 番長とか委員長とかそういうあのかん昭和のノリではなくて、えっと、みんながまんべんなくです、ね、いじめるんで、うん、あのだ誰が死亡者ってこともないんですよね。うんうん、でどうしようかなとで校長先生は女性の先生だったんですけどあの最後に僕がですね僕が1時間あのクラスで授業するからさせてくださいと、うんうん、いうことでねそれは誇示された,た,ったんですけどもう本当に打ち手がなくなって、ね、校長先生が。 じゃあ松尾さん、あのー、1時間やってみますかと、うん、いうことで12月クリスマスの頃にですね僕がそのクラスに乗り込んでいって授業するわけですよはい、うん、あのいじめられてるお父さんがそのクラスでね、うん、でちょっと話がなくなるからやめますけどあのその日を境にですね卒業までいじめゼロになったんですよああ<ー>うう届いたんですねあまあどういう授業をしたかっていうのはまたねあの機会があれば話しますけどはいはい こ,のこれによって僕にね、やっぱりあのあと日本の教育というものに対するやっぱ問題意識というのは芽生えましたよね。あ,あそうなんですね。うん、だからあの母の破産と息子のいじめ、うん、この大きな2つがですね、あの僕を突き動かしている、うん。だからみんなが健やかに暮らせますようにというなるほどことになるわけです。そこで聞くわけですね、先ほどの思いで、うんで。僕が手にした武器はセールスプロモーションであり、うん、パブリックリレーションズというね。 あのマーケティングとブランディングのです、ね、あのーまあ、僕はその道を歩いもう30年以上歩いているので、じゃこれを使ってね、なんとか世の中を明るくしたいと。うん、で、PR であればね、あのー、明るいニュースをですね、取り上げさせることができるんで、メディアに。あそうですよね。もう世の中のニュースばっかりですだからこ、この地域にね、こんなふうに頑張っている社長がいるとか、ね、この地域でこんなふうな活動、尊い活動をしている団体があるとか、そういったものをどんどん取り上げることができると。なるほど。 でも自分一人では無理だから、まあ、全国にあの、えっと、仲間を募ってるっていうのがまあ現状であ。そういうことですね。そうであのマ、マスメディアもですね、あの芸,芸能人の不倫とか、あと、なんだ、疫病の話とかですね、それも重要なんですけど、えっと、そればっかり流してるんじゃなくてね、視聴率が取れるからって、そればっかり流してるんじゃなくて、うん、もっとねあのいい、いいニュース、心がこう温まるニュース、はい、いっぱいあるんだよってことをね、 で、これを広めることによって、あの、僕は子供たちにね、あの、ううまあ。世の中が生まれてきてよかったなと、うん。捨てたもんじゃないなというふうに思えるような社会を残して知りたいんです。あ、そうです、ね、素晴らしいね。ね、はい。うん。まあ、そんな感じですかね。はい、ありがとうございます。じゃ、最後の質問させていただきたいんですけど、これからの、はい、その、大きな夢というのはどういうもの。 これ、結構ね、あの語っていただいてますけど、<laughs> それらちょっとこう総括すると、どういうことになりますか、ね、そうですね、やっぱりあの日本がですね、うん、非常にこう課題山積みなわけですよ、そうですね、うんまあ、あの少子高齢化ということで、まああのえっと、人類があのまだです、ね、体験したことのない高齢化社会にのトップランナーをですね日本は走ってるので、でそれによって、独居老人とかですね、 の問題とかあるいはその人生100年生きるっていうことになると、あのまあ社会保障とかそういったものの破綻、うん、ねそれからあの生きがいの喪失、うん、生きがいをどうやって作っていくのか、であの人間関係をどうあのと良好なものにしていくのか、はい、で誰も経験ないわけですよ、あの80、90、100人ってねあのど朝起きて今日やることがないというとあの認知症になるので。 そうですよねで認知症に今、認知症650万人いるんですけど、あと20年ぐらいでの900万人、1000万人になるだろうと。うん、でそうすると、日本人10人に1人が認知症みたいな、ね、社会になるわけですよ。でその時にあのどうしていったらいいんだというふうなことがあるじゃないですか。はい、であとはそのワークライフバランスの問題、あのあと労働生産性が著しく低い日本、うんうん、それから、あの えっと、全世界の高校生にインタビューしたら、日本の高校生が最下位だった項目が2つあって、ですね、うん、1>, 1つがです、ね、自己肯定感、はいで、もう1つがですね親に対する尊敬度合いなんですよ。でこれがイギ,リスイギリス、アメリカ、フランス、あのえっと、台湾、韓国と比べると、日本の高校生、一番低いんですよあで。で、この2つが低いとね、どんなに環境を良くしてもあの幸せを感じることができないので。 だからあの僕の大きな夢はですね、チャレンジする人を増やすということなんですよね。チャレンジする人を増やす、はいあで。チャレンジャーがいないから25年間経済成長してないんですよ。確かにそうで。なぜチャレンジしないかというと同調圧力があるからですね。そうですね。何回やるとバカを見る、うんで。いいことしても炎上する、うんうん。これはね、ちょっと世の中間違ってると思うんで、だから微力ですけども僕の、まあ、夢はですね、この日本のチャレンジャーを増やすという。 ことでそのために僕の仲間1000人作るということで、まだあのうちの,あのスクールコミュニティは110何人しか、まあ、しかっていうか結構いるんですけど、100人いたらもう一般のものです。えっと、やっぱ1000人ぐらいにすればですね、日本があのちょっと明るくなるし、それからあの失敗した人こそ褒めたたえるような国に、失敗したってことはつまりね、行動したってことですよ。そういうことですね。うん、でここ何もしなかったら失敗しませんけどね。ここ うんうん、行動もしないのに批判ばかりしてる人が多い国だと、いうそういうメディアなんかも特にそうですからね。そうですよ、もう、だから生きづらい。この寛容,寛容さを失った国にですね、あの寛容さを取り戻したいと。うん、とお多めに見てよと、うん。だって挑戦したんだからと。うん、あの何もしない人を批判するなってことをね、やっぱりこの残りの人生かけて。はい あの取り組んでいきたいなということですねはい。本日は株式会社乾杯乾杯の代表取締役であります松尾光輝さんにお越しいただきました松尾さんどうもありがとうございました松尾さんありがとうございましたはいありがとうございました、はい